神奈川県人権手当センターです。今回はね、いわゆる役所の童話枠についてお話しします。まあ皆さんのねイメージだと、役所の職員を採用するにあたってこうね、童話専用の枠をね何人か割り当てて、で童話の人を採用するっていうのをイメージされると思うんだけども、じゃあこういう類のことがねあるのかどうかっていうことなんだけども、まあ2000年代初頭特措法の時代っていうのはまあありましたね。確実にそれはありました。というか別に秘密でも何でもないことですね。で正確にはですね、僕はねいわゆる本庁舎勤務、そういうところで童話で採用するっていうのはあんまり聞いたことないです。主にね童話枠といえば現業職ですね、ゴミ収集員だとか、あとは保育所の保育士さんとか、そういうのですね。そういうのでそのいわゆるまあ雇用対策ということで童話地区の人を優先的に雇用したっていうことがあったわけで、有名なのは京都市ですね。2000年代初頭、まあ、京都市役所でいろいろね覚醒剤だとかハレンチな犯罪が頻発して、で京都市長が謝罪したことがあったんだけども、その時にね、もう率直にねその市の側がその童話の優先採用でこのね採用の時のその試験なんかをいい加減にやってたから、どうしても不良職員が市役所内に入ってしまって、それで不祥事が頻発したっていうことを率直に話してましたね。だからその時がね一番注目された例なんじゃないですか。でじゃあ他の自治体ではどうかっていうとね、これはねもう全国あっちこっちでされてたんだけど、もうそれを全部ね何かしらこう調査されたっていうこともないので、まああくまでね私の知ってる範囲でしかね言えないんだけども、例えば鳥取市の場合は林保官の職員で童話枠っていうのがありました。でねこれ面白いのはですね、林保官の職員ってね、まあ一応市の職員だからね、本庁舎からも来るんですよ、その配置転換でね。だけど童話枠で採用した職員についてはもう林保官しか勤務できないんですよね。ただね例外的にね、本庁舎勤務になった人もいました。まあちょっとこの話はいろいろ複雑なんで、またいずれしようと思うんだけども、まあその童話地区からその職員を採用して、で林保官あっちこっちね転勤させてたっていうのがありましたね。まあ地元でずっと採用するっていうよりは、一応林保官同士でねあっちこっちでローテーションしてたっていうことらしいですよ、鳥取市の場合は。であと滋賀県なんかでもね、僕そういうのは聞いてますね。滋賀県の場合はやっぱりね地元にこのね詳しい人がいるっていないといろいろ支障があるっていうことで、林保官の相談員なんかをこう地元の人をね、採用してね、でずっと同じ林保官で勤務させるっていうのがあって、まあ、そういうの問題になってましたね。あとはね北関東のあたり、埼玉のあたりでも聞きますね。そこだとやっぱり現業職ですね、ゴミ収集とかで、こういうのね、役所がさ、まあ、童話地区のね雇用対策として、優先雇用したっていうことについてはね2つの側面があって、まあ一つはね積極的にね、そのまあ童話地区っていうのはまあ就職状況が厳しかったんで、まあ優先的に採用して、そのまあこの就労を促すというか、そういう意味での優先雇用というのがあるのと、あともう一つはね、そういう役所の現業職ってに類するものがね昔からちょっと地場産業になってるような例があるんですね。まあ、これはね役所の職員なんかとはまたちょっと違うけど、例えば鳥取市の場合ね、鳥取県か、前に鳥取ではその土建屋さんがね、この優先的にね公共事業発注されるようなことがあったっていうふうに言いましたよね。解放同盟系の企業連ですね、解放同盟系の童話地区の企業が優先的に、仕事を回されるっていうことがあったんだけども、これはねどっちかっていうとね現状追認したっていう部分が強いんですね。そのどうしてもその鳥取大火というね、鳥取市がね全部焼けたことがあったんですよ、火事で。でその時の復興事業で童話地区にね、童話地区にどんどんその土建屋ができたんですよ。でそれで童話地区に土建屋が多いっていう状況がね、童話事業が始まる前にすでにあったんですね、鳥取では。でそれで童話事業が始まってから、その現状をまあ追認する形でね、童話地区の産業保護っていう形で、そういう童話地区のですね土建屋が優遇されたっていうことがあったんですね、鳥取では。でね
埼玉のあたりではそのいわゆるゴミ収集だとかね、あとはあの組取り関係ですね、清掃関係、そういうので、部落のその人が優遇されるっていうことがあるそうなんだけど、でこれ今でもあるそうなんですよ、埼玉ね、熊谷だったかな。でこれはね、童話地区全般っていうやっぱり特定の地域ですね、まあ、いずれその場所を探訪してみようと思うんだけども、その部落でね、その部落っていうのは基本的に農業があまりできなかったっていうところが多いんで、そういうところだとその農業以外の仕事っていうことであんまりねこのいわゆる一般の人がやりたがらなかった隙間産業的なところに童話地区がこうで入り込んでいくっていう面があって、で埼玉なんかだとそのいわゆる飼料の汲み取りだとかゴミ清掃にそういう童話地区って言っても全般じゃなくて、まあその特定の童話地区が、その地場産業として、まあ、その地元の、ね、地縁血縁でそういう産業に、ね、入り込んでいったっていうのがあって、まあ、その現状を追認してなのかな、やっぱりその役所の現状職といえばその部落というなんかそういうイメージがあって、で、まあ、事実上やっぱり地縁血縁で部落の人が、優先的に雇用されるような現状があるというふうには聞くんですね。でこれはね、これがなんか童話枠っているかっていうのはなかなか難しいところがありますよね。やっぱいろいろそういうのってね、なんだかんだでね、役所もね、縁故採用とかあるんですよ、コネ採用とか、それは部落に限らずね。それでたまたまその地域に地場産業があってそこが部落だったっていうようなケースですね、まあそういうことで、でね、その童話の優先雇用林保館関係、あの滋賀県でね、これがねまたね、あの変なことがありまして、草津市の例ですね。あの草津についてはいろいろね、僕は一時期集中取材したことがあったので、どうしてもねいろいろ情報が入ってくるんだけども、もう十何年か前かな、草津市で、まあ、草津市っていうのはもう林保館のね職員っていうのはもう童話枠だったわけです、完全に。で、ある時ね、ちょっと地元のなんか解放同盟の支部が、いやまあさすがにね、ちょっとこういうのあれなんで、まあ一般公募というかね、まあ誰でもなれるようにしようっていうふうにやったらですね、まあもちろんそれでね、応募してきた人がいたわけです。で、面接行って、まあいよいよその採用っていう段階になってですね、なんかね、解放同盟の上の方から待って、たがかかってね、いややめろっていうのが待ったがかかって、それでなんかおじゃんになったらしいんですよ。だからまたその解放同盟のね、この承認を得たいわゆる部落の人間だけで、この採用をやり直すっていうような話になって、それでね、なんかもちろんね、それで取り消しされた人はもうたまったもんじゃないですよね。でそれでね、相当一悶着あったっていう話を聞いてるんですよ。でもこれって完全にもう就職差別ですよね、だからね、僕が知ってる限り、今ね、例えばその滋賀、京都、そのあたりでね、そこまで露骨に童話優先採用っていうのはやってないんじゃないかなと思います。さすがに問題になるっていうのがあるかなと思うんだけども、でもなんだかんだでね、コネ採用っていうものは全国あちこちであるんでね、これは童話に限らず、その一環として、その童話の優先雇用、に近いもの、まあ近いというか、まあドンピシャなことをやってる自治体っていうのはね、まだあるんじゃないかなと僕は思いますよ。だからそういうのね、ぜひ情報があればね、教えていただきたいと思います。もう四国とか九州とか僕にとっては魔境なんで、ちょっと何があるか分かんないんでね、あの辺なんかまだ未だにね、なんかあの童話地区のあの免許のね取得でなんかお金が出たりとかまだあったりするんで、ひょっとすると童話の優先雇用もあるんじゃないかというふうに僕は思っててね、ぜひね情報があればお寄せいただきたいと思います。ということで今日はね、役所の童話枠についてお話ししました。